じゃあ、行こうと思います。お待たせいたしました。斉藤と申します。よろしくお願いいたします。12年の4月、インターンの4月でやっております。ぜひぜひ聴いていっていただけると嬉しいなと思っております。1曲目、アップテンポな曲を聴いてください。未来の人という曲です。
ありがとうございます。改めまして斉藤です。よろしくお願いいたします。水どこやったのかなと思っちゃいそうです。はい、1曲目未来の人という曲を聴いていただきました。とても素敵なホールで、僕ホールで歌ったことそういえばないね。小学校とかそういう合唱コンクールとかそういうのしかないなって今ふと思いながら歌ってたんですけど、めっちゃ、ちょっとだいぶ遠いんですけど、先でホールワンマンしたいなって思ってるので、なんかこんな感じのところでまたできたらいいなと思いながら今日は歌っているんですが、ぜひぜひ皆様も楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。ではでは、雨降っておりますが、雨の歌を1曲聴いてください。レインという曲です。
でした。どうですかね、また強くなるというか、なんか降ったりやんだりな感じですよね。まあ梅雨入り、関東が梅雨入りしてっていう状況ですけど、まあ雨好きなんですけどね。あのライブの日は荷物が多いんで、その移動時間で今日やってくれって思いながらチャリコ漕いでるんですけど、もうしょうがない、しょうがないなと思いながらやってるんですけど、皆さんの足元大丈夫でしたかね。あの気候な中ですね、なかなかコロナで難しかったりもするんですが、日に来ていただいて本当にありがとうございます。ちょっと一曲、ストレスした曲をと思ってるんですけども、まあ、去年、僕さっきもジュニアさんに紹介していただいたんですが、去年のギリギリまでやってたんだよね、多分3月くらいまでは歌唱で毎週4日歌ってたんですけど、まあ、なかなか歌えなくなって、で、まあ、去年の2月に、まあ、イビズなんですけど、全国流通で CD 出して、なかなか、うん、でもやるな、まあ、配信も一緒にもやってますが、なかなか届ける機会もなくてですね、こうやって、まあ、こういう場所で歌えるというのはとてもいいなと思うので、その曲を、リゾの曲を聴いていただければと思っております。アルファベット一文字でユーという曲です。繰り返しがとても愛おしくて、
花火という曲でした。早いもので次で最後の曲になってしまうんですが、一応ご自動化させてください。運搬持ってきております。 CD とチケットもあって、ですね、来月、僕ですね、自分で言うのもあれなんですが、誕生日にして4月9日のですね、ありがとうございます。誕生日当日にですね、東京なんですが、東新宿の真昼の月夜の太陽さんというところでバスでワンマンライブ当日にやります。配信もあるので、もし問いになっている方もぜひよかったら見に来ていただいて、応援していただけると嬉しいな、楽しい一日にしたいなと思っているので、ぜひぜひ遊びに来てください。ではでは、最後明るい曲で終わりたいと思います。フルスピードで曲を聴いてください。Bye.
ってたんです。